皆さんこんばんは。大分の高っち親方です。今回はですね、もう恒例となりましたアイドルハロプロのですね、写真集、今回はモーニング娘。20北川莉央ちゃんのファースト写真集ファーストタイムについてご紹介いたします。いやー、これね、ほんと待ってたんですよ。ですね、まあ15期メンバーでですね、まあちょっとお姉さん風な感じはしますけれども、今回ですね、このまあ北川莉央ちゃんのですね、写真集のまあ簡単なまあ感想およびまあその北川莉央さんのですね、プロフィール紹介、そしてまあ私との思い出につ思いについてですね、ご紹介いたします。まあ毎度個人的な内容ではございますが、まあぜひね、一人でも多くの方にまあ北川莉央ちゃん、モーニング娘。そしてハロプロをですね、ご興味持っていただければという思いで更新いたします。ぜひ皆様、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめに、北川莉央ちゃんのですね、プロフィールを簡単にご紹介いたします。2004年3月16日生まれ、大型東京都出身ということで、これよくよく考えると、まあ今16歳、高校2年生なんですけれども、この2004年3月というのは、まあ、私自身はもう高校2年の終わりということで、まあ、まさに今の北川莉央ちゃんとですね、同じ年代だったんですね。ということはもうあの時の子かと。そしてこの、まあ、私も倍、ちょうど2倍の年齢を重ねているのかと、まあ、驚いておりますけれども、まあ、いかにこのハロプロというのが、まあ、歴史ね、23年ぐらいあって、こうずっとですね、脈々と代々受け継がれてるんだなということを感じると、なんかこう非常に尊いものがございますよね。で、2019年6月22日に、まあ、モーニング娘。のですね、15期として加入いたしました。まああと二人ですね、岡村ほまれちゃんと山崎めいちゃんはまあ中学生で、北川莉央ちゃんのみ高校生ということで、まあとしてもですね、こう、やっぱお姉さん的なイメージで、こう、お嬢さん的だなというふうなイメージを持っています。で、特技は、聞き水、そしてフルート、で、A 剣、P 剣、まあ、P 剣ってパソコンだったと思いますけれども、いろんな資格を持ってますし、あと、バレエね、もやっておりました。なお、こう、聞き水についてはですね、現在で言ったら封印されてるんですね。というのも、こう、結構聞き水の企画やってて、まあ、莉央ちゃん結構、外してます。私が昨年参加した2019年のモーニング娘。ですね、ワンナインの秋ツアー大分 USA 公演のですね、まあ裏側でも聞き水やってましたが、それでも外しましたし、YouTube の公式の、企画動画でもですね、カイディと一緒にまあ聞き水やってて、なんと、北川莉央ちゃんが、まあ間違えて、カイディから、憧れの先輩からですね、ちょっと聞き水は特技すること禁止ということで、現在封印されております。で、いつかリベンジマッチに期待をしております。ね、そういうことでカイディが好きということで、今これ収録しているのが、2020年11月30日。くしくも、そのカイディのですね、21歳の誕生日でございます。おめでとう、カイディ。さあ、そんなですね、まあ、北川莉央ちゃん。まあ、私、まあ、正直15期の中では、一番推しているメンバーでございます。まあ、教えるポイントは3つ。1つがですね、お嬢様のような大人な美人なんですね。まあ、色白で、例えば森高千里さんやですね、道重さゆみちゃんとか、鈴木杏樹さんにも似てるという、まあ、いろんな方に、いわゆる美人系統にですね、似ていると言われておりますが、特にハロオタの中では、尾形顔というキーワードがございます。これはモーニング娘。に在籍していた12期の尾形春奈ちゃん、そして椿ファクトリーサブリーダーの、尾形梨紗ちゃんにほんとね、そっくりで、こう色白でこう切れ目がちというか、このおしとやかなクールビチという感じですね。まあ私自身はまあ、例えばモーニング娘。で言えば牧野マリアちゃんとか、横山玲奈ちゃんみたいにこう目がパッチリした、本当にまあキュートで可愛い系も好きなんですが、このクールビューティーも結構いいなと、こう北川莉央ちゃんを見て思いました。で、そんなクールな感じなんですけれども、この、まあ、身振りや手振りが結構ね、喋るときやかましくてですね。結構ね、可愛らしいんです。個人的には好きですね。手がやかましいと言われてますけども。で、けどね、そういう風にありながらも、すんごい根は熱いんです。アイドルもう一丁でですね、北川莉央ちゃんこの写真集の話をしていた際に、結構ね、熱い思いを持ってますね。アイドルに対して野心家で向上心がありますね。
歌割りは絶対欲しい。でしかも歌割りね、一人の歌割りが欲しい。三人の歌割りでもカメラに抜かれるとは限らない。ね、前回しかも抜かれなかったのが非常に悔しい。とかいう感じでですね、本当に負けん気があって、本当この見た目のね、ギャップとですね、これに魅了されて、まあ、これを押せる要因だなというふうに思っております。続きまして、まあ、私と、まあ、北川亮ちゃんとの思い出でございます。これまでですね、3回、まあ、生のパフォーマンスを拝見したことがございます。まず一つ目が、先ほどご紹介しました、2019年の秋、モーニング娘。ワンナインの秋ツアー、大分 USA 公演。こちらでですね、初めてパフォーマンスしました。この印象的だったのが MC ですね。クリスマスの思い出、ちっちゃい頃のですね、思い出を語るシーン。で、北川亮ちゃんが言うんですね。もう私、すんごい可愛いですね、エピソードがあるんですよって、こうやって身振り手振りしながら、すんごい今、ハードルを上げてたわけですよ。で、いろいろこういうことがあって、朝起きたらこういう風になってましたっていう話をして、それを聞いたですね、森戸ちーちゃんが一言。別にそんなに可愛くないし。ってね。いやー、まあ、これね、まあ、北川凛ちゃんもね、可愛らしいところもあるんですけども、やっぱこの MC に関しては、その、森戸ちーちゃんのですね、半端ないっていうイメージの方が私の中では強いです。で、2回目にお会いしたのが、今年ですね、2020年の、夏に、福岡のハロコンで、まあ、パフォーマンスを見ました。B チームにですね、所属していた北川亮ちゃん。この時は、生き物係のありがとうを歌われていました。まあ、ほんと北川亮ちゃんって歌が上手いんですよ。で、特に声が高くて、ほんと、まあ、神子のクリスタルボイスみたいな感じなんですね。で、この時のまあ、ありがとうはですね、結構、最初から元気いっぱい、もうフルスロットルで歌ってるようなイメージでしたね。なんか、まあ、この後のですね、次の熊本公演との対比にもなりますけども、この時はですね、本当に明るい、元気のいいですね、歌声だなということを感じてました。3回目にお会いしたのが、2020年秋のですね、ハロコン熊本公演でした。で、この時もですね、北川亮ちゃんは、まあ、4曲歌われたんですが、生き物係のありがとうをやっぱり歌っていました。で、その福岡の時と比べて、熊本の方はもう落ち着いて、そしてこう、抑揚、メリハリのあるですね、歌い方でした。やっぱりね、こう、まあ、どちらかといえば正直、まあ、熊本公演のようなメリハリのある歌い方の方が好きですね。こう余裕があるというか、最初からギンギンで行くよりも、こう咲いたりね、盛り上がりがあったりっていう風な歌い方が好きですね。もうこの、歌というのはもうかなりですね、進歩してるというか、鍛錬してるなっていうのが伺えても、私的には本当に嬉しかったです。ね、ありがとうございました。さあ、ということで、じゃあ、いよいよ最後ですね。写真集の、まあ、紹介と感想を行います。この写真集はですね、2020年の11月12日に発売されました。ただ、当初は、本来は9月の30日発売だったんですね。ただ、いろいろなんか諸事情で伸びたということで、ちょっとね、だいぶ待ちました。で、届いたのも、我が家に届いたのが11月の29日、ロケしている前日でございます。まあね、こんなで、ね、諸事情に伸びたのか、ね、いろんな憶測がネット上で飛び交いました。これもしかすると、ご両親がですね、この水着姿を拒否されたんではないかという、ね、噂もございますけれども、まあ実際はですね、むしろこう、写真集ね、お父さんがこう、お食事会にお祝いに連れてってくれたという、まあお話も伺ったぐらいですね、実際はまあ家族はご協力的、まあ応援されているという印象でございます。まあ今回のですね、そしてロケ地が、東京、そして鎌倉で沖縄で撮影をされています。まあこの東京やですね、鎌倉っていうのはまあ基本的に室内で、こう制服姿とか、ですね、バレリーナ姿などですね、まあ特技を生かした、そしてまあお嬢様風な、感じでございますね。そして沖縄ではもちろん水着ですよ。ねえ、私ね、ここ気になってたんですよ。ね、もし水着がなかったらどげえしようかと。ね、やっぱりまあ皆さんもね、多くの方は思っていらっしゃいますでしょうが、やっぱりこの胸の、でも失礼した、布の面積が狭い衣装がやっぱり少ないですね、衣装に、ね、期待されてるでしょう。まあ私もね、それを期待して、もしなかったらどうしようと思ったんですが、むしろもうね、たくさんありました。なんていうかですね、この思った以上に水着場面が多くて、ビヨンズの島倉里香ちゃんですね、お嬢様風なお嬢様が写真集で意外と脱いでたように、
このね、お嬢様風なリオちゃんもですね、結構水場面が多くて個人的には嬉しかったですね。結構、まあ最初は本人も緊張してたらしいんですけども、だんだんこう脱いでね、水着になっていくうちにかなり楽しかったということがですね、まあファンとしては本当に嬉しいですね、感想でございます。で、結構ですね、まあいろんな場面、本当私も見てきてですね、まあざっとも見てますし、まあ DVD でもですね、メイキング DVD 見ましたけど、一番まあ私が気に入ってるのがですね、真ん中ら辺がちょっと前半ぐらいですかね、ちょっと今出てこない、ちょっと前半の方ですね。室内なんですけれども、上がこう、紺とか黒色のなんか下着みたいな感じ、ノースリーブで。で、下がですね、ほんとホットパンツみたいに短いパンツで、で、結構こう、お腹がチラッと見えてるの。これがね、私は好きなんですよ。このチラリズムっていうのがですね、特にこう、まあ、島倉理香様もそうですしね、北川亮ちゃんもそう。なかなかこう、正直、脱げなさそうっていうか、そう、素肌が見えなさそうで、こう、見えている姿っていうのがこうね、意外とこう、やっぱチャーミングというか、こういう大胆なとこですね、とか、さりげないところでこう、魅力を感じるなというふうに思いました。で、最後の方はですね、最後、浴衣でこう、夕日で締めています。こう、赤い浴衣がこれまた、個人的には椿ファクトリーのですね、谷本亜美ちゃんの写真集にもちょっと似たような感じがしますね。で、北川亮ちゃんはですね、結構、デコ出しをしている時期がありまして、で、この浴衣のところも、デコ出しをしています。いや、おでこを出しています。まあ、ハロプロのメンバー、こうね、結構、おでこ出し、デコ出しの系とも見入ってますけども、おでこを出す髪型をたまにさせられます。で、結構やっぱ似合うメンバーもいらっしゃるんですね。まあ、個人的にはこう、どちらかというと私はもう前髪あった方がいいかなと思います。まあ私自身はデコ出しというか、もう坊主頭ですからね。もう前髪パッツンですよ。ボブですよ。ボブは違うか。まあ髪型的にはまあ私前髪あった方がいいんですけども、こうなんかデコ出ししている、リオちゃんってなんかこう眉毛がしっかりしてるなというイメージがありまして、あとこう目のですね、ギョロッとしたところ、DVD マガジンのライブ映像のですね、裏側とかでも見ると、このところ言うと多分私だけしか思ってないと思うんですけれども、なんとなく探偵ナイトスクープ出ていた立原圭介さんを思い出しますね。ちょっと目をギョロッとした感じ、座った感じとは言わないんですけども、まあ、男前というか、ですね、綺麗な目をしておりますよね。まあなんかそんな感じでなんか、締めが こんな感じかというふうになるんですけれども、本当にですね、制服姿が本当なんか私立高校のみたいな、お嬢様風で、こうね、思ったよ以上に、ね、水着があるというのは、こう結構、最初から最後までこう注目してしまう、ですね、魅了されますので、これぜひですね、ご覧いただきたいと思います。で、もう発売1週間でね、10番半を重ねるという、もう大ブレイクのですね、写真集でございます。もうとにかく私も待ってました。やっと出会えたぜっていうところでですね。まあ以上ですね、写真集のね、簡単な締め、なんか締まりが悪いですけれども、ご紹介といたしました。で、本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。あと予定ではね、写真集2つぐらい、年明けまでには届く予定ですし、まあ、あともう二つ買おうかどうか悩んでますけど、まあ、いろいろ相談でございます。それでは、また。